クライマックスだね。何かが起こるよ、これから。見たいじゃん。私も無関係じゃないし。いるんでしょ？まだ。ニカは一緒だったんでしょ、ずっと。何よそれ。言いなさいよ。どこに行ってたの？あのさ、ふざけてるの？ちゃんと答えて。そう、なら信じるよ。嘘なの？よくないよ。教えて。だったらミカはどこなの？でも、リョウ、助けてあげてね。
アリサ。久しぶりだね。どこに行くの？だったら話が早いね。ミカを探してるんでしょ？邪魔しないでくれるかな？知らないよ。言うことを聞かないと。やだなぁ。こういうの嫌なんだけど。だからね、言ったでしょ。今日はちょっと興奮してるから、だから忠告したのに。バカだな、アリサ。
人聞きの悪いこと言わないでよ。ピカには何もしてないのに、どうして僕のせいにするの？ひどいよ。僕は何もしてないのに、ひどいよ。この人、嫌い。お姉ちゃんなら、わかってくれるよね。プレゼント。どれくらいぶり？冴えない格好して、お前らしくもない。さて、どうする？いつでもどうぞ、お好きなように。手加減はしないでね。やばいことになるじゃないか。頼むよ、ほんとに。あとは誰だっけ。